生のでバンバンザイだです。銀子です。みゆです。はい、本日は、はい、コストコ購入品紹介。いろんな店舗で購入品紹介やってきたんですけど、はい、一度はみんな憧れるんじゃないかなと、コストコに行くことを、うん、夢じゃん。田舎に住んでる人は本当に憧れると思う。中標津の時さ、憧れた？いや、母さんが憧れたかも。あ、やっぱさ、お母さん世代の人が憧れるのか。会員カード持ってる人が、うん、もう中標津でも崇められてるみたいな。中標津にはさ、あんの？コストコあるわけないよね。ないよね、うん、そこじゃなくてさ、ちょっと離れたとこにあるの？千歳の方だっけ。千歳の方だね。ルナとかもないんだよね。大阪ないの？結構離れないとないと。あー、やっぱそうなのかな。だから東京来てびっくりしたのが、コストコも、まあ、IKEA とかもそうなんだけど、うん、意外と電車で行けるんだっていう、うんうんうん、確かにびっくりした。ということで、はい、それぞれ購入品紹介していきたいと思います。はい、はい、それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、はい、今回はまあ1個ずつ出してって物が多すぎるので、これ誰の理由みたいな感じで紹介していきたいと思います。はい、まず1つ目こちらです。ででーん、冷凍ベリーですね。これとあと冷凍のブルーベリーがあるんですよ。何に使うんですか？え、あのちょっと聞いてほしいわ。いろいろとさ、長い話になるのと短い話どっちがいい？短いの。短い話。オッケー、健康になりたいから。あー、なるほどね。ミキサーを買おうと思って、うん、順番逆なんですけど、これで朝ね、スムージーにして健康な毎日を送ろうかなって。ヨーグルトとかに入れたらうまそうじゃない？確かに確かに、ヨーグルトとかにも入れてみたいと思って。でもそれ生まれちゃうか。わかね、なんかこれ海外っぽくてね、いいなと思った。確かに。お腹空いた人スタジオで食べてください。あのスタジオ置いてくの？はい、小分けするんでね。はいはいはい。ベリーです。はーい。ビーででこれ誰の？はい、これはシュリンプです。僕シンプルね、エビがマジで好きなの。ボイルの茹でたエビが大好きで、うんうん、まあ、最近ね議論されてるじゃないですか、昆虫食がどうとか、コオロギを将来食べるみたいなね。まあ昆虫食僕全然食えるんですけど、うん、まあ、昆虫食苦手な人はエビでも食っとけってことで、そういう未来が来るまで冷凍しておきたいと思います。あ、でも冷凍できるんだったらいいね。生だとさ、物多すぎてさ、ね、食べれないじゃん。でも冷凍だと安心だ。いいね。昆虫食の世界になってしまって、助け求めてなる時に来てください。俺んち。あ、わかりました。エビ用意しとく。今日とかどうですか？今日無理です。はい、バン。これ誰の？おえこれルナです。俺も買っちゃいました。なんか前も食べてなかったね。チキチキボンとかね。え、やばいよ。いや、ウインナーはね、あって当たり前やね。タウエッセンはね、あったら食うから、うんうん、確かに。次、野菜生活の24本入りですね。これ誰の？僕の。お、まあ、シンプル、僕中野くんと住んでるんですけど、うん、ほぼ一緒にね。不節制な生活をしてるとお互い、まあ野菜生活あれば気分だけでも楽になれる。あ、確かにそれはわかる。っていうので買わせていただきました。パパパーン、豆乳です。これ誰の？はい、父でかくなりてんだ。わかんないと思うんですけど、私隠れデカパイで一応ね、あのやらせてもらってて、うん、なんですけど、めっちゃデジャブ。この会話したよね。隠れデジャブパイ、隠れデカパイって言ってさ、うん、のキャラでやらせてもらってるんですよねってやったことあるよね。いやいやいや、そんなつまらんこと初めて言ったって。初めて聞きました。こっちデジャブじゃないです。うん、面白すぎて使い回しちゃったと思ったけど、違うか。なんで買ったの？おっぱいでかくなるためですよ。あ、本当その理由です。でもまあ隠れデカパイって言うけど、この間普通に見せてくれた時結構あったんすよ。待って待って、いつ見せてもらったの？もう本当にその些細な一言がモデルプレスに乗るんや。モデル、いやモデルプレスまで言ってた。全然実際はどっちなの？おっぱいより乳首の方が大きくて。おかしいやろ。どんだけないんだよ私おっぱい。豆乳いいですからね、体にもね。はい、皆さんも飲んでみてください。はい、次、ベゲーン。これ誰？はい、僕です。ザバス。最近ね、普通に走って飲むとき毎回困るんですよ。自分でシェイクするんだけど、あれば楽かなっていう、うん、え、走ってる最近？走ってます。思ったらもうそれ。え、だよね。なんか最近ちょっとサボりがちやろって思うじゃん。近くの家のジムを中野と借りました。次こちらです。コロナミンシー。これはもう前です。誰の？はい、ミユの。本当にストックがヤバくって、うん、家にオロナミンシーめちゃめちゃあんの。で、毎回アマゾンで、あの箱買いするの、こういう風に、うん、で、冷蔵庫もパンパンなん でそれちょっと忘れて今回頼んじゃったんですよ、うん、なんでこれスタジオに寄付します。え、それ本当にさ、好きで飲んだの？めっちゃ好き。オロナミン C ってさ、1本正直ちょっと足りないじゃん。オロナミン C ね、飲めないのよ。飲みたいの？冷えてないよ。冷えてないよ。いや、お前、お前、ダメな感じで。本当に嫌なやつ。ごめん。
オロナミン C マジでうまいぞ。めっちゃしょんべん黄色いんだね。めっちゃ黄色い。これ飲んだら黄色になるもんね。マジで黄色くなるよ。めっちゃ黄色くなるし、これカフェイン入ってんの、うん、だから多分本当は夜寝る前飲んじゃいけない、うん、あんま良くないんだけど、私寝る前めっちゃ飲むのよ。ガチオロナミン C バーって飲んで、確かにちょっと眠れないなとは思うから、うん、だったら疲れた時に飲めるようにそれぞれ飲むでしょ。ルナも好きになります。ウィンウィンじゃん。いや俺一回これ1日5本ぐらい飲んだ時しょんべんしたんだよ。スプラトゥーンみたいに出た。確かにサウナの時はあのオロポでさ、うん、ポカリと割って飲むじゃん、うん、あれやったらいけるのよ。でもその時でもトイレ黄色いわ。飲みすぎ注意です。こちらは次。これ誰誰のチーズトッポギ。誰？俺じゃないよ。いいじゃないよ。ルナだよ。なんやねん。ルナトッポギあんま食べたことないんだよ。なんで買ったん？コストコで目に入ったのがこれで買ってみようと思って。しかもチーズトッポギだからうまそうだね。なんか美味しそうでね。中に入ってんだ。そう、うわやば、いつか食べてみたいなと思って買った。4人前誰と食べるんでしょうね。あ、ほんとだ。4人前か。4人前誰と食べるんだろうね。頑張ってください、減らすの。はい、頑張ります。じゃあ次、これ誰の。はい、いや、だろうね。え、鍛えてんでしょ。いらないだろ、ポテチ。大食いダメだから。もう飯食って食って食って食えない。でも太って筋肉つけないと、うん、もう余った胃袋ポテチ詰めます。食べきる自信あんの。まあ、食えるでしょ。だってこうやって折りたためるでしょ。確かに仲間もいるしね。頑張ります。続いてはこちらです。麦茶パックと黒ウーロン茶パックですね。本当に？いや、わかんないけど。家で作ってるお茶。うちレモン水なんで、うん、作ってないんですけど、はい、まあでもあの実家っぽくない。実家にはあるね。実家や、まあ夏は飲むんじゃねって思って。ちなみにレモン水の方がいいよ。母さんから毎日長文の LINE が来るんだけど、本当に、うんうん、全部内容がレモン水なの。レモン水は本当に体にいいから飲めと。だけど母さんってレモン水のこと信じすぎて、実家にたまに帰った時レモン水飲むんだけど、ほぼポッカレモンぐらい。ほら、脂っこい食事の際に黒ウーロン茶。確かに企画でね、死に狂った胃袋にね。確かに、わかりました。スタジオに寄付します。ありがとうございます。はい、いいや、嬉しい。その黒ウーロン茶本当かな、これ。いいよ。これ誰の。絶対やろ。お前だろ。ルナ。なんやねん。またルナ。これはあのなんかマネージャーと言ったやんね。うん。でその時にこれがめっちゃうまいって聞いて、うん、これを買いました。イクラってマジ強いね。ご飯炊いとくだけでさ、もうあと全部 OK だもんね。これはあのちょっとご飯と食べていきたいと思います。いいね。じゃげーん。これ誰の。僕のうんちの匂いに協力対策みたいな。俺の寝室ってうんちより臭い時あるんですよ。だからベッドの横に置こうかなって思ってます。だってティッシュ放り投げてんでしょ。俺って本当に寝室周りのゴミを全部放り投げてんの。だってゴミ箱だと思ってんの、ベッド以外が。そう、やばいよ。実家の時なんてベッドの下に溜めるのが趣味だった。本当に嫌だから、このうんちポット、犬用のうんちのゴミ箱でまあ対策していこうかなっていう。確かにこれだったら匂いが出ないってことか。そう、ゴミ箱置いてる。寝室置いてる。置いてる。置いてないんだよね。だろうね。え、なにこれ。え、なにそれ。待って、なにこれ。え、これレジ袋だよ。匂いの強い袋やと思う。あ、ここや。え、すごい。見えるかな。簡単やろ。あ、え、あは、あ、ほらやっぱ袋だよこれ。じゃこれ1個の袋ってこと。そう、それをだん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 こう引き詰めて引き詰めて引き詰めていくってことね。で入らなくなったらここを開けて、これがカッターになってるから、それで袋を切って縛ってみたいな。中野にやってもらった方がいいねこれ。あと1個あったあるな。出たよ。お前の出たよ。なんてな、わかめスープとか作ってみようと思って。好きあらば鶏ガラ。これあったら何でもできる。うん、確かに。いいよ。料理系多いね、ルナやっぱ。てかこれでもう3万円分。あとこれ。で私です。うわーい。見てください。バリバリ職人の海苔ですね。普通に海苔って食べるじゃん。まあ確かに。だから買った。これもスタジオ。ちなみになんだけどさ、海苔ってさ、韓国海苔とか俺もここら辺にもう海苔だらけになるの。じゃあ俺一回食べてみて。え、ちっちゃいから食べやすいね。ちっちゃいビブルカードやん。うんまこの海苔。まぁ、あ、ちょっとやだな。ルナとミユで食べる。ミス止まんないからやだよね。だってさ、買っといたのにさ、なくなるのやだもん。これぐらいやったらいいじゃん。こぼさないじゃん。うん。だってこれ大食い企画やりたくね。これ無限いけるぞ。もう一回やりたくね。自分の好きな、うん、いけるもので無限は。ほら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 、もうミユの嫌いな何枚も一緒に食べるやつ。え、これほんと1日中いけるよね、多分。うん、塩分とか関係なしに。じゃあこれが最後。うん。誰ですか。これすっごく海外で人気な歯磨き粉です、これ使ってたよ。めっちゃこれいいらしいねんけどさ、うん、歯白くなったりな、口臭だったりとか、うん、ミント感が超高いよねこれ、はい、
高い。そう。一個ちょうだい高いの。いや、あげる。目覚めてすぐキスできるって。そんなわけないだろう。嘘つけよ。何それ案件みたいな。え、ありがとう。磨いてさ、一回キスしてみてや。分かった。恋する歯磨きなんて言われて、持って帰っていい？持って帰ってよ、じゃあ。ちなみにちょっと学んじゃいました。箱みたいな。ゴミがやっぱ家に散らばっちゃうの。なんかもう開けて帰ろうって。そうそうそう。わ、だるお前。そして最後これですね。はい、使ってた。これ私はもう今めっちゃ愛用してて。いいよね。お風呂上がって、体拭くじゃん。お風呂場の中一回戻って、これ全身にうわーかけてクリーム塗るの。全身に行くんだ。もうこれ全身に使った方がいい。だからかミユさん一回おっぱい見せてくれた時めっちゃツヤツヤだったな。これどんなにおっぱい見せてたんだよ。今思ったらツヤ肌へと導いてたんだ。ほんまにだからだね。これもうダメだよ。ツヤツヤって。でもね、背中あんま届かないでしょ、うん、背中ガッサガサだった。スプレーだから背中まで届く。あ、届く。バカやろ。動きますからマジ。以上です。はい、いいんじゃない。終わり。終わりかな。これ3万円分だから、うん、個数で言ったら少ないけどさ、その一個一個がめっちゃ多くない？全部。確かに、うん、ほぼお前のいくらやけどな。ちなみに4万円くらい。何が高かったんだい？まず品数が多い。うん、一番高かったの。このゴミ箱は1980円ぐらい。しかもミユに買えって言われた。そう、お前寝室臭そうだから買えって。そうそうそう。そしたら相手してやるよみたいなこと言ってないです。随分とエスなこと言うな。もうマジで、マジやめてや。マジキモくない？いやいや、お前かな。ということで、はい、せっかく私もね、あの会員に今回なったので、うん、はい、これからも3人でちょっとね、ドライブ企画とかで、はい、会員の時もこんな帽子かぶってる。今、頭皮上げてるみたいになってる。ミュウのコストコのカード見たら、これかぶってほぼちょっとかしこまった笑顔してる。口だけ見上げたもんね。そうなの、せっかくなのに。ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。